ヤッホーマミです。皆さん、前回までの動画でフェスへの事前準備はバッチリだと思います。持ち物とかプランの立て方とか服装とか、まあ、いろいろ紹介したんやけど、今回はですね、フェスの中での楽しみ方をね、皆さんに伝授したいと思います。まあ、楽しみ方っていうか、アーティストごとの定番曲と定番乗りっていうのをね、軽く知っとくだけでも楽しみ方が全然変わってくると思うから、今日はねそれをお伝えしたいと思います。ざっくりね、その自分が出るアーティストの曲聴こうと思うねんけどさ、どれ聴いたらいいのっていう状態になるやん代表的な、まあいつも定番でやる1曲ぐらいにね絞って紹介していきたいと思います。でフェスのやっぱいいところって、自分が普段大好きで目当てで行くバンドがいるのはもちろんやねんけど、名前だけ聞いたことあるとか全く知らんバンドも中にはいると思う。でこういうバンドに新しく出会うっていう場所でもあるから、もうね、時間あったら、余裕があったら、知らんバンドのねライブも見てみてください。新しい出会いがあると思います。私はねそれで何バンドも沼ってきましたまずですね、フェスにはリハーサルというものがあります。普段ねワンマンライブではリハを見ることはないと思うんですけど、フェスでは一つのステージでいろんなアーティストがこう出るから、転換とリハーサルの時間が取られてるのでね、転換が終わりリハーサルの時間に、まあ普通にリハーサルして終わるバンドもいるんやけど、スミカと感覚ピエロ、この2バンドはね、私はリハーサルも見てほしい。これはなぜかと言いますと、スミカ本人たちも言ってんねんけど、全力リハっていうのをやってくれます。まあ、スミカの全力リハって言ったら、もうファンの中ではすごい有名というか、もう常識すぎて常識すぎてね、私もすごい忘れててんけど、セットリストに入ってない曲をリハーサルで全力でやってくれます。だから、え、あの曲が丸々一個聴けるとか、フェスでありがちなんてさ、結構さ、やれへん曲のワンフレーズだけとか結構あるやんか。でもスミカは基本的にフルでやってくれます。まあ、リハーサルの時間込みでスミカの時間ですよみたいなテンションでやってくれるから、まあ余裕ある人はリハーサルもスミカは見ていってほしいなと思います。あとね、感覚ピエロもそうやねんけど、他のアーティストの曲をカバーしてくれたりもします。まあ、この2バンドは押さえといてほしい2バンドです。今度はね、アーティストごとの紹介をしていきたいなと思うんですが、まず紹介したいアーティストはフレデリックです。もうフレデリックの、まあ、オドループ、まあ、この曲はもうフレデリックのことあんま分からんくても、多分フェス来る人は全員知ってんちゃうかなっていうぐらいフレデリックの代表曲でもあんねんけど、フレデリックはもう基本的に踊り狂ってください。このフレデリックのオドループっていう曲は、手拍子をするところがあります。この手拍子をするところをみんなでバッチリ揃えたくない？揃えるとね、ボーカルのケンジさんが、ね、褒めてくれるんだよ。だからね、みんなで一緒に褒められましょう。ということで、まあ、どこで、手拍子をするかというと、2番の歌詞にですね、カスタネットがほら、タンタン、タタタタンタタンタンタタンタン。まあ、そこの、カスタネットをタンタンしてるタンタンで手拍子します。これね、残念なことに音源使われへんのよ YouTube って。だから私が歌います。カスタネットがほらタンタンタタタタンタタンタンタタンタン、これだけでもこれがバッチリ揃うと超気持ちいいから、皆さんね、ぜひフレデリックのこのカスタネットタンタンのとこね、歌詞に合わせてタンタンするだけやから、もうこれをぜひね習得してドヤ顔で叩いてください。続いてはですね、フォーリミテッドサザビーズです。通称フォーリミなんですけど、フォーリミの定番曲スイムっていう曲があるんやけど、これでみんなで泳ぎます。まあ、どういうことかというと、歌詞に、まあ、スイムやからね、泳いでっていう歌詞があるんやけど、もうこれが出るフレーズから泳ぎ始めます。泳ぎ方はもうクロールです。割とすぐに泳ぐところがあるんやけど、まあ、歌詞の泳いでおいで冷たさをのところでも泳ぎ始めます。心配ないその先にはで、わーってモッシュが始まるっていうね本来ならモッシュダイブがわーってサークルがわーって始まるんやけど、まあ今はそれないから、まあ、平和に上に飛ぶなり横に揺れるなりしてください。そしてそしてジ・オーラル・シガレッツ、通称オーラル、これのですね4本打ちっていうのがあります。これは曲じゃないねんけど、オーラルが絶対にやります、ね、1曲目始まる前わーってボーカルの山田くんが言うんですけど、その時にみんな合わせて手拍子をしてください。思ったより早いのよ
本番は本番は思ったより早いから、ちょっとね、あの予行練習を何回かしていてほしいなと思うんですけど、わーってきて、山田君が1本打ってって言ったら、パッで、ただいまより2本打って、パッパッ、ジ・オーラル・シガレッツ3本打って、パッパッパッ、で、ここでライブ名が言われます。ツイートラブ社は何とかかんとかとか、ロッキー・オン・ジャパン何とかかんとか、で、その後すかさず4本打って、で、始めたいと思います。どうぞよろしくって、バーンって曲が始まるみたいな流れが多いんだけど、まあ、これを早くやる。1本打って、ただいまより2本打って、ジ・オーラル・シガレッツ3本打って、スイートラブ社は4本打って、始めたいと思います。どうぞよろしく、うわーみたいな感じで曲が始まります。で、たまに5本打ちがあるそうです。私は4本しか見たことないんだけど、たまに5本やってるみたいで。あ、これはね、あの、ライブ映像とか、オーラル4本打ちって、調べると出てきます。だから、それで本物の山田くんのスピードでやってください。結構早いでもこれみんなでバチって揃うと、その一体感がブワーン上がるし、もうそっからのライブの盛り上がり度 もう2割3割増しになるから、これはマジでオーラルを見る予定がある人は習得しててください。ということで今回はここまでです。次回も他のアーティストでをどんどん紹介していくので、よかったらねチャンネル登録してみてください。アーティストのこの曲だけはみたいな曲を知ってるだけでもね、楽しみ方が増えると思うので、よかったらね参考にしてみてください。